技は常に進化するものだと思っていたので、 DVD を作るとその技からなかなか進化できない。やっぱり常に技は生きているものなので、明日あった技がさらに進化して、次の技を次の技をという形でこう生徒に教えたいという思いがあって、ただ今年が、自分の柔術人生の20年目に差し掛かりまして、まあ、この辺で自分の技術というのをしっかり残しておきたいと、 DVD という形にして残しておきたいと思ったのが、まあ、大きなきっかけの一つになります。はい、ではサイドスイープを説明いたします。まず胴帯を持っている手をこのように下から入れ、上に持ち上げて切ります。そうしましたら手を軽くだけ流していただいて、左手でズボンを持ちます。もし相手のズボンがタイトで持てない場合には、腰を動かして股下に手を入れます。相手の手をあまり引きすぎますと相手が気がついてしまいますので、軽く入れましたら足をしっかり胴を挟みます。そして腹筋の力で相手を斜め前に崩します。そうしましたらズボンの手を上げながら足を開きます。そして下になる足を大きく引きながらマウントポジションを取ります。僕の中で、まあ、特に、ベーシックテクニック、アドバンステクニックというカリキュラムが自分の中であります。今回は白帯から青帯の方が対象になる、まあ、ベーシックテクニックをまずまとめて、作りたいというのがありまして、今回の内容となりました。基本的には柔術を始めたばかりの白帯の方から、まあ、これから青帯を目指そうとする方、そして青帯でもっとベーシックテクニックをしっかり学びたい方にぜひ見ていただきたい一品。